こんにちは。この前グルースキンさんに出会ったところで、まあ一旦中断したんだけど、これ出会った後からスタートかな。その辺から出てくるんだよね、確か。じゃあこの場合もあれなのかな、走んない方がいいのかな、もしかして。そっから出てくるんだよね、やだな。あ、越えられた。なんかさ、この前そう、この死体の前の扉なんかあった気がすんだ。あれ、扉なかったっけ、この辺に。あ、待って、早く越えて、パックン。この辺になんかなかったっけ。こっち行き止まりだもんな。そう、こっち行き止まりだったなってのはなんとなく覚えてんだけど。いや、グルースキンさんどこ行ったんだろうな。で、微妙に足跡聞こえるね。あの死体の前にさ、死体っていうかあのアートの前にさ、そう、これの前になんか、あー、あったあったあった、やっぱりあった。よっしゃ、お、セーブされた、セーブされたけど、これどこ。あ、意外と切り抜けられたな。切り抜けられましたね。あ、すごい、ウェディングドレスのデッサン的なのがある。なんかバッテンしてあるのが気になるけど、ラブメイクスアーハウス。はいはいはい。あ、ドレスだ。このデッサンはグルースキンが描いたのかな。なんか花婿がどうとか言ってたもんね。なんかそういうのに強い憧れがあるんだろうか。ウェルカムホーム。グルースキンはどっちなんだろう、花婿になりたいのかな、花嫁になりたいのかな。え、何、俺が子供だった子。あ、やばい、いるいるいる。母はよく結婚しなさい、どんなに幸せかわかるからと言っていた。やばい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 。うわ、どうしようどうしようどうしよう。閉めちゃおう。俺は見渡してみたが、俺が想像しているような少女らしい女はどこにもいなかった。うん。どうしようどうしよう。うんうん。こう、思い描くような少女がいなかったのね。理想の人が見つかるまでは探し続けなきゃいけないんだ。それは何？お母さんに言われたからってこと？なんか幼少期に、どこ親に支配されて育った人みたいな感じ？なんかそんな感じするな、この人。老いた父と結婚した少女のような女の子がいいんだ。え、どういうこと？ここ行くのかな？なんか音しない？父にとってはたった一人女の子。何？お父さんは年の差婚をしたってこと？怖い怖い。なんでずっとさ、追っかけられてる時の音楽すんの？怖いんだけど。正直な心を持ち古風で、一人を一時に愛した女の子。はい。ああ、怖い怖い。怖すぎて話半分にしか聞けない。俺は父と結婚したような女の子のと結婚したいの。それ、ママってことかい？え、ここ何？何の部屋？これ何の部屋？何の機械これ？よくわかんない。まがまがしいですね。あ、バッテリーあるな。ああ、よかった。ピューイピピー。なんだこの部屋。なんだろう、見れば見るほど不思議。そしてどっから入ってきたかもう忘れてしまった。とにかく地下の部屋は全体的に仕事場みたいな感じになってる感じがするんだけど。いやー、怖い。なんでずっと追っかけられてる曲なんだろう。てかこの辺一体この曲なのかな、もしかして。ずっとドキドキさせられるんだけど。ここ何の部屋だよ。あ、ここドアあるな。ちょっと待って。いや、部屋が広い。まあ、そっちに行くのかな？じゃあ、こっちちょっと開けてみようか。開くかな？開きません。開きません。開きませんってなんか関西弁で、もうダメですわ、みたいな意味じゃなかったっけ？なんか急に思い出した。開きませんわ、みたいな。相変わらず、くねくねした。バリケードが張り巡らされています。こっちかな？こっちだろうな。さーっと行っちゃっていいかな？あ、待って。微妙にバリケードされてる。迷路要素あるんだよな。うわー、なんかそこの金網。うわー、ちょっと。マーコフ社が一括で買った金網が血だらけになってんじゃないの。弁償よ、弁償。ここ押すんだろうね。業務発注した100個単位。ああ、どうしよう！ちょっと待って！
絶対開かない。ここ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 絶対ここ。え、嘘でしょ。ちょっと待って、怖い。ちょっと待って、いやだ怖い、これは怖い。え、死ぬ。あ、なんてこと、大丈夫か。あ俺なしで苦しんでるなんて思いたくない。どういうこと、どうして自分にこんなことをするんだ。俺、君は俺といるより死んだ方がマシなのか。大丈夫？あれグルースキンだよね、多分。なら死ね。なんかすごい精神が、もうメンタルが不安定すぎて、あ、なんか上がってんだけど、ちょっと待って。ん？これってどうすればいいの？あ、こっち行けばいいの？肩幅、東方丈介。え？一体何を？け、なら続けろよ。え、どういうこと？ちょっと待って。え、これエレベーター乗ったまんまだったら死んでた私。え、ごめん、ちょっと一旦降りてみていい？これ。気になる。ひゅー！あ、死んだ。じゃあこっちか。てか、パックン足引きずってるね。大丈夫か？マイルズの時はね、指がなくなって、パックンは足を負傷して、あ、あ、ウーマンズワークイズネバーダン。女の仕事は決して終わんない。ちょっとやめてよ、そういうこと言うの。ちょっと、これきついな、これ。私これ見せられるのなんかきついな。やめて。これ今食洗機とかあるからさ、ほら、ねえ。ちょっと女性の仕事もちょっとは楽になってきてると思いたいけどね。こっちに入るか、そっちに行くか。あ、もうパックン走るとすごい、すごい足引きずる。こっちはいけないね。じゃあそっち行こう。なんかこう、グルースキンは女性に対してのなんかこう、いろんな思い出と個室があるのね。ここは何室？待って、またなんか書いてある。There is no place like home. お家みたいな場所はどこにもない、みたいな。そっか。グルースキンのママはすごい年の差婚でパパと結婚して、で、グルースキンを産んだんだけど、なんかすごい結構歪んだ思想っていうか、幸せな結婚にものすごい固執してて、グルースキンはそれに苦しめられてた、みたいな感じかな。いやー、なんかすごい辛くなるような、生い立ちですけど。怖いね、このマネキン。すっごい怖い。マネキンに血がついているっていうのが本当に怖い。なんかちょっと場所の雰囲気変わったね。なんでずっと血が滴ってんだろう。こっちは？こっちは関係ない。いやー、なんかずっと追っかけられてるみたいだな。ちなみにここは？ここは入れないパターンか。え、パックン、こっから先ずっと足引きずったまんまなのかな？あ、待って。ここは？あー、読みにくい。ママ ain't happy and nobody happy。if か、最初の。ママが幸せじゃないんだったら誰も幸せじゃないっていう。え、じゃあ何？ママは大好きだったの？グルースキンは。ママに結構いろんなことを植え付けられたけど、でもママの幸せが一番だったみたいな。悲しい。悲しい。てか切なすぎるな、話が。この短時間でものすごいグルースキンに同情してるんだけど。待って。うわ、びっくりした。ここにいる愚か者や。あ、待って、ほとんど読めなかった。君の中身はちゃんと目が見える人間が、君の真の姿を見ると。だからみんな君を信用しないんだ。君はこんな人間のはずじゃない。まだだ。誰に言ってんの？てか誰？あ、やばい！やばい！ちょっと待って！え、絶対間に合わないじゃん！ああ、誠の愛の香り、最愛の人、君は俺から逃げられやしない。そうでしょうね。そうでしょうね！何？ちょっと待って！君自身が俺のプレゼントなんだ。いや、もう怖い。どうも開かれてまた開かれる珍味。目が真っ赤っか。See you 言われた。
あ、なに、さあそして、あ、待って、これ入るの正解だったパターン、死ぬほど怖かったんだけど今。腰は右側からニョロッと出します。岸辺露伴。やば、昔行ったお化け屋敷思い出す。少し手荒だった。分かっているよ、謝りたいんだ。ただ男が女を知りたがるときどうなるか分かっているような。はい、そうですね、多少推しが強くなることもあるんでしょうけど、ちょっと推しが強すぎるっていうか、結婚式の後、君と結婚したら俺は変わるって約束するよ。怖い怖い。そんなさっき初めて会ったばかりなのに。怖い。家族、遺産が欲しいんだ。うん、俺にはいなかった父親になること、子供たちの身は俺が絶対に守ってみせる。あんなことにはいなかったってことは、何、パパもう死んじゃってたってこと、生まれた時には。年の差婚っぽいこと言ってたけど、うわー、そっか、ママしかいなかったんだけど、うん、君はここで待ってなきゃいけない。俺たちの愛が成就するのと同じくらい待ちきれないだろうけど、この期待を楽しんでくれ。何ここ、めっちゃ手ぶら下がってる。これ落ち着くようになるから。あーいい匂い。ハーブの香りがする。ルームフレグランスが。12時間後、唐突な平凡なフォント、ちょっと笑っちゃう。え、待って、あれは誰だ、あれはデニスとかかな、もしかして。うわ、そんなに血を流さないでおくれ。女性は痛みに我慢強いってよく言うけど、出血しないように頑張らなきゃいけないよ。頑張ってどうにかなるもんじゃないんですけど。え、かわいそうかわいそうかわいそう、痛い痛い痛い、やめてー。ダメだ、あー、ごめんよ、愛は万人のものじゃない。よくそんなことできるな、お前。死んじゃった。あー、つら、なんてことするんだ。岸辺露伴、やばい、なんかおへそのあたりがギュッて痛くなるな。まだじっとしてろ、この見苦しい毛。おー、シルクのように滑らかだ。少女に戻ったようだ。これで美しくなったぞ。お、ミューゼじゃん。100円で脱毛し放題。うわー、あー、おへその下あたりが痛くなる。ミューゼの脱毛行くとこんな風になっちゃうんだ。お前が諦めたんだ、醜いやつだ。愛するのを諦めたのはお前だ。吊るす価値すら、血を流して死ね。痛い痛い痛い。怖い。吹っ切れてるな。吹っ切れてるな。そして殺し方が、なんていうか、逆にシンプルだよね。うわ、すごい胸毛。君の骨の構造は素晴らしい。柔らかい肌。君は美しくなるよ。うわぁ、これ女性にされるわ。アートにされるわ。女は何かに苦しまなきゃいけないの。喜ばしいことじゃないのは分かっている。ただ我慢さえしてくれたら、俺のために、俺たちの子供のために。子供っていうのはさ、この前見たやつみたいな感じかな。時間はかからないから。この部分を数回切って全部切る。地球。俺の種を迎え入れてくれる柔らかい場所。俺たちの家族を育てるために。変態すぎる。変態というかもう、土地狂っているな。切開は痛い。そして受胎。出産は決して簡単じゃないだ。でも私、帝王切開だから。早く済ませるから目を閉じて俺たちの子供のことを想像するんだ。痛い。ってか待って、下半身の描写がリアルすぎる。うい、お、誰
デニスかな。もう誰がデニスか患者か分かんねえよ。戻ってこい。やべえ、患者が助けてくれた。ものすごい残虐シーンでしたね。え、もしかして、もしかして下半身もろ出しのまま逃げる感じ。ちょっと待って、いろいろ撮らせて、いろいろ撮りたい。はい、メモ、強制された神父。その通りだね。まだ無傷だ、俺はここにいるよりさ。すごいな、この状況でリサって言えるのすごいと思う。奴は俺の体を切って神父を作ろうとした。もうリサポカーンだから。もう俺は間違ってたかもしれない。世界に知らせることでしか誰もここには来ない。ここにはただ死に耐えて腐っていくのか。もし感染がさらに広まるのなら世界には知らせない。一人で死んでいこう。腐らせておけばいい。まあゲームだからまだ笑って見れるけど、実際母親がなんか歪んだ思想を持ってるせいで子供がちょっと歪んじゃうみたいなのはすごいよくある話だからね。苦しくなりますよね。私も母親にゲームを禁止されすぎて逆にゲーム実況をやってるみたいなとこもあるからな。何事も禁止しすぎたり強要しすぎたりすると良くないんだよ。本当にそうよ。こっからどう行けばいいんだ。では追っかけてくるかな。結構静かめですけど。うわ、なんか、なんか広すぎて逆にわかんない。いやー、もうこれもろだ、痛そう。今までで一番なんていうか、痛さを想像してしまうな。かわいそうに。まじ、ああいうの見るとさ、なんかおへその下あたりがギュッてならない？やばい、電池が切れたかもしれない。どうしよう、普通に私、電池を使い果たしちゃってるのかもしれない。リロードができない。うわ、やっちまった。ちょっと無駄遣いしすぎたかもしんない。おしゃべりに夢中で。おしゃべりに夢中で。